さあ続きいきましょう。まずは北上して、はい、探索ですね。探索ある程度済ませてから塔に登ろうかなと思います。あれ、これアクセスしたっけか。あれ、どうだったっけ、忘れた。敵の感じからいくとそんな強くはない。オッケー、どうでしたっけ。あー、そっかそっか、これ流れ着いたところか。オッケーオッケー。もうちょっと北上してみたいですね。あっと、なんか洞窟があるけど、今は入り、出入りはできない。山に囲まれてますね。はい、明治モモンジャちょっとやばいかな。あー、大丈夫そうですね。オッケー。いやー、全体攻撃めちゃくちゃ楽っすねこれね。まあ、特にどうこうってのはなさそうではありますが、火の玉、おっと当たらん。オッケーオッケー、ナイス。これなんかすると毒の沼地、毒の沼地で塔がある。オッケーオッケー。まあ大体一周してきましたけど、じゃあ行ってみるか。うん、じゃあ行ってみようか。オッケー、いいね。そっか、巣からやってきても、そうだよね、魔法判定になるから、いいのか。よし。さあ、じゃあまず薬草を使おうぜ。よし、行こう。よし。あー、なんか見覚えのある。見覚えのある。これあれだね、お城だね、これね。ちょっと待って、メタルスライム、プテラノドン。メタルスライムに行きたいな、これ。聖水。どうですか？どうですか？よいしょ！あー、倒しきれない。マジかー。マジかー。もう一回来るかどうかって感じだよね。あ、来た。オッケーオッケー。でも、こっちちょっと死にそう。こっち死にそうよ。危ない、危ない。貯める、ギラ、やべえ。よし。いやー、ちょっとこれなかなか視線をくぐる形になりますよね。でもこれでレベル上がるんじゃないか。よーし、よしよしよし、いいぞ。とはいえ、でもあんまコスパ良くないっすね、これね。もう薬草ないわ、これ。やばい。やっぱ開いないときついっすね、これね。アイテム拾えれば拾いたいですけど。不思議な木の実。いや、今すぐ持っていきますか。いやー、いらないっすよね。不思議な木の実。いらないよ。だって意味ないっすもんね。うん、いや、意味ない。うん、そっちよくやったら持ち戻らん、あげときたいですよ。オート、これオートでもいいんじゃねえか。あー、やべえ、毒だ。あー、なかなかにちょっとね、一筋縄ではいかないな。一旦戻るか。薬草もちょっとないしね。一旦戻るか。やばい、ギラがやばいな。薬草、よしいいぞ。貯める、ギラだけど一体落とせるでしょう。 OK、 よし、貯める。 OK。 いやー、厳しいぞ。やばい、残り1個。やばいっすよ、これは。まずは出よう。よいしょ。いやいや、大変これ。大変だぜ。何回か行っては戻ってみたいな繰り返しになるのかな。スライム、いや、もう構ってられない。こんなの構ってられないっすよ。
よし、戻ってきた。いやー、危ない危ない。いや、でもかといってじゃあ毒消し持っていくかって話になるんですよね。毒消し持っていくよりだったら薬草持っていきたいですよ。いやでも一個ぐらいは持ってった方がいいのかな。でも今のあれですよね、薬草の減るペース考えるとちょっとなーって感じだよね。あー、天空の羽衣なんかこれ使えばさ回復するとかあるかな。いや、ないか。多分ない、ないと思うな。天使の腕は。いや、薬草だ。薬草買ってこう。それか、聖水使って、エンカウント下げて、進んでいくのかな。まあ、一回薬草持ってるだけ持ってってみようか。はい。ちょっとヒット&アウェイでいきますんで。挑んでは戻って、挑んでは戻ってみたいな感じで行きたいと思いますんで、ちょっとね、見てくださる方々もね、根気がちょっといるかもしれませんけども。例えば、これアイテムとして天空の羽衣って何も来らないか。そうか。まあ、なんかこうね、ホイミ的な、なんかあればいいなとか思ったんだけど、やっぱないか。しょうがない。もう行くしかない。よし。左行ってみる？左。正規ルートちょっとわかんないんすよね。わー、ポイズンリザードが、ちょっと嫌な感じだけど。オッケー、オッケー。2ターン耐えられるかどうかってところはありますね。こっちはなんもないな。階段を登って、また登って、アイテム、オッケー。行き止まりかな？エルフの飲み薬。いや、いらなくね？今んところ。これ今取っちゃったら、現代では取れなくなるとかあんのかな？どうだろうね。まあ、残しておくか。だって今必要ないですよ。わーっと、ダメだ。これは、ちょっと遊んでる。余裕がない。本当は戦いたいんですけどね。戦って経験値、ちょっとね、もらいたいんですけど。あんなのにね、わー、キングスライムか。貯める。一体だったら、メタルスライムがね、絡んでくれば、ちょっと、こっちが薬草を持たなくなる可能性があるんでね。オッケー。気をつけないといかん。60。もうすでにだって HP60。これでもね、危ないですからね。メラゴースト炎の戦士。いやー、ダメじゃない？まあ、剣をアイテムとして使えばどうなるかってとこだけど、これは、いらない。こっちが正規ルートか。よし。来た。炎の戦士。まあ、一体だったらいけるでしょう。うわー、でも強えな。強い強い強い。よーし、よしよしよし。レベルアップはありがたい。いやー、それでも、やっぱ、あれかな、メタルスライム借りまくって、目いっぱいレベル上げて挑めってことなんですかね。どうなんだろうね。まあ、基本上に上にって登っていく形だと思うんですけどね。OK。いいですね。あ、効かなかった。でもまあ、この辺はまあ、大丈夫。火だめそんなきつくないからね。よいしょ。OK。なんかいいアイテムだったらいいな。チーメか。あー、やばい。手に入れちゃった。これで、連打して手に入れちゃったけど、これ、ちょっと一枠使っちゃうよね、これね。あんまりよろしくないなぁ。いけませんねー。やばい。ギラがやばいなぁ、これ。逃げる。うわぁ、やべぇ。あぶねぇ。あぶねぇ。もう一個。よし。回復が、心もとない。ポイズンリザード毒になる可能性あるんですけど、
どうかな。やばい、もう。戻るか。戻ろう。薬草に余裕があるうちに戻ろう。はい、もうこれの繰り返しです。ずっとこれの繰り返し。まあでも少し進んだね。やばいやばいやばい。こいつらはまずいぞ。逃げる。ギラはまずい。どうせ戻るんだったら薬草を全部使っちゃうぐらいの気持ちで。いやー、あの小さなメダルの一枠がちょっと邪魔だな。間違って取っちゃったからね。むしろプテラノドン殴ったらダメか、倒しきれないか。こいつ体当たり強いからね、ちょっと気をつけないといかん。やばい。いやー、ダメか、ダメか、まだか。オッケー、強い。あー、でもお金いっぱい持ってる。これは死にたくないぞ。これは死にたくない。よし、撤退。戦略的撤退。行ったり来たりを繰り返す。オートでいいな、これは。毒なー、毒なー、どうしようかなー。毒対策、どうしようかねー。いいよいいよ、スカラスカラ、なんぼでも、なんぼでもどうぞ、なんぼでもどうぞ。オッケー、さあ、それなりにお金は貯まってきたぞ。何回もね、これだけ行ったり来たり繰り返してりゃ、金も貯まるわな。オッケー。よーし。いやー、厳しいねー。あれ、確か、鎧2000円ぐらいだったっけか、どうだったっけ、ちょっと忘れた。どうでしたかな。あ、2300か。まだまだですな。まだまだですけども。まあ、なんとか。だよね。天空の羽衣、どうなんだろう。天空の羽衣道具として持ってるだけで。いや、でもそれだと、なおのことあれだよね。アイテム欄が減るっていうか。それはあまり良くないですよ。良くない、良くない。くそー、薬草じゃねー。回復が。くそー。ハイポーション的なさ、上位互換欲しいですね。薬草のね。それとも聖水、聖水を持ち込んで聖水振りまきながら進んでいく感じがいいのかね。わあ、これはやばい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 。あ、でもどっちみち2ターンで倒しきれるか。だったらオートでいいかな。毒なるなよ、なるなよ。わあ、危ねえ。危ねえ、かわした。危ない。あれ、毒になってたらもうまたもうね、戻んなきゃいけないっていう状況だったからね。最高。なんとか毒をかいくぐって。ばー、お前。ダメか。メタルスライム異常にね、厳しいよね。あいつはね。まあ、しゃあないですね。またいつか会えるでしょう。スライム仲間、あー、なるほどね。そのパターンね。合体するのね。はい、ありがとうございます。どうしようかな。倒したいんだけどな。倒したいんだけど、お金いっぱい持ってるからね、こいつ。あ、いい当たりが嫌なんですよ。オッケー、倒しきってくれた。オッケー、お金いっぱい持ってるね。さあ、薬草使います。63、いや、もう一回でしょ。いやー、厳しい。厳しいぞ。
なんだこれ、これ回復か、もしかして違う、なんだろうこれ、これね、でもだいぶ上まで登ってきましたよ、メタルスライム。あー、もう殴られて逃げられるみたいな殴られて逃げられる。あの宝箱も気になりますよね。ぐるっと回ってこいってか。魔法カンタ、化石入りの剣は魔法カンタは関係ないと。あー、やーべー、遠くなっちった。ここまで来てか。いやー、もう戻りますよ。あの飛び降りる的なことできないんですよね、多分これね。いや、なんかここで直してくれるとこあればいいのにそう、なんかね、飛び降りる的な感じだったらいいんだけど。あー、オッケー、風切りの剣でいけるなこれな。ギラやばい、オッケー。いや、ちょっと待って、なかなか進めんぞ。今回の成果は何ですか？レベルが2上がったことですか？これなかなか進めない。毒消し持ってくるべきか。毒消しを持ってきたら間違いなく戦いながら進めないんですよね、薬草がなくなるから。いやー、聖水か。じゃあ聖水持てるだけ持ってくるか。そうするか。あ、こっちじゃねえわ。大丈夫かこれ。スペクテッド、オッケーオッケー。鉄の塊、マジか、なかなかのもんですね。オッケーオッケー。まあこれは時間経つの待つしかないですよね。オッケー、お金いっぱい持ってるな。くっさーい、なんぼ溜まった。1847、いいね、いいですね。いやー、どうしよう、鎧買うか。いや、ちょっと待って、もう時間17分18分近くまで来ましたけど、全然進めてないぞ、全然進めてない。よいしょ。毒の治療、どうしようかな。一応ボス戦も想定しますか。まあボスどうだろう、いるかな。いやー、いると想定し、薬草も持ってった方がいいですよね。わあ、ヒーラーが欲しい、これは地獄だ。聖水、聖水、聖水、3つ、4つ持ってくか。あと薬草持っていける。あー、持っていけねーけど、1、2、3個か。よし、なんとかこれでやりくりするか。もうこっから、いや、塔に入ってから使おう。この辺はなんとか。よし、いった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 、オッケーオッケー、よし、はい、よし行こう。聖水、すぐ効果切れちゃうかもしれないけど、うわー、出るなやっぱりな、出るか。うわー、もういや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 、ダメじゃん。ちょっと待って、どうやっていくのこれ。どうやっていくんだこれは。ちょっと待って、やべえ、成果ないぞ。今回の動画ほんと成果ゼロだぞこれ。いやー、ヒーラーが恋しい、ヒーラーが恋しいぞ。くそー、毒の治療、
やー、どうするよ。毒消し持って行くか。いや、ちょっと待って、もう一回ちょっと清水で、で宿屋休んで今度逃げまくって行ってみよう。逃げまくって、よし。作戦設定ノーマル、よし。いやー、なかなか進めねえな、これ。なかなか進めない。いや、もうこっから逃げます。こっから逃げますよ。あー、ちょっと待って、音鳴ってんだ。なんでだ。オートバトル設定外したんじゃなかったっけ。あ、違う。呪文使う。呪文禁止。あれ、オートバトルノーマルなってんな。あれ、オートバトル、あ、そっか。ごめんなさい。間違ってましたね。完全に間違ってました。そうか、これあくまで設定なんだもんね。だからここで B ボタンを押さないとダメ、OK。逃げる。うわー、毒なんなよ。よし。まだ聖水の効果、切れてないよね。あれ、切れてるか？いや、切れてないよな。え、切れてるか？いや、このままいきますよ。交換が切れた的なアナウンスは入ってないぞ、多分。いや、逃げる。もう一切触れない。やつには一切触れない。よいしょ。でも宝箱は欲しい。どうかな？またちょっとこれリバストには意味のないアイテムだったりすんのかな。いやー、まあその可能性もありますけど、まあ行くだけ行こう。行くだけ。トサカヘビも毒なるから、ルカナ、ギラ。まあギラだったらまだいいわ。うわー、もういや、いいや、もう薬草使いながら進んでいきますわ。こっちが正規ルートなんかな。いや、いらん。触らない。こいつには触らない。いやー、ダメか。こっちから回っていくのかな。あー、ぽいね。オーケー。とはいえ、HP はね、少しずつ減っていくんですよ。来た。なんかいいものくれ。天使の腕は売って金にするかな。いやー、ちょっとまだいいか。いや、あれはいいんですけど、持ってかない。全回復で復活するんだったらいいけど、確かに全回じゃなかった気がするんだよね。確か。だからいらない。いやー、これ厳しいなー。これボス戦あったら終わりっすよ。せっかく今お金これだけ貯まったのに、半分持ってかれますからね、これ。OK。よいしょ。ボス戦がないことを祈る。よし、あー、階段の手前で。OK。よいしょ。えい。さあ、どうだ？あれ？うわー、なんかいる。絶対バトルなりますよ、これも。マジか、聖水効果なくなった。いやー、マジか。撤退します。はい、撤退します。これは厳しいね。基本宝箱全部後ででもよかったのかなっていう。こいつは戦うか。
ちょっと軽くこっち上がってるか、上がってはないか。あぶねー、あぶねー。 OK、 2000超えた、2000超えたけど薬草ももうない。くー、リレビトが欲しい、飛び降りが欲しい。あー、もうかまってられん、こいつはかまってられん。あー、もうこの辺からピョーンって飛び降りたいよね。くっそー、厳しい。32、うーわ、16、一気に削られた。戻れるか、ま、町まで、村まで。うわー、10、生鮮効果なくなった。いや、使い切ろう、ここは使い切ろう。戻れるか、どうか。うわ、4、よーし、戻った。あー、危ねー。もういやいや、本当にこれ瀕死の状態だよね。あー、危ねーなー。よし、いや、でもこれどうやっていきます、これ。なかなかリバースト編、厳しいことがもうたくさんですよね。くそー、鋼の鎧を買うぜ。あー、ちょっとまだ足りねえのか。あと200円ぐらい足りない。くそー、どうする？ちょっと邪魔なんですけど。邪魔なんですけど。どういう作戦でいく？手水使いまくって、逃げるでも結局得なるし。どうしよう。困ったな。オッケーオッケー。よし。聖水1個ぐらい残ってたか？ 1 個残ってるなぁ。うわぁ、小さなメダルのあの枠が、ちょっと厳しいですけどね。よし、もう一回行こう。もう一回だ。私は何度でも繰り返す。逃げまーす。よっと。よし。聖水はまだ続いてるよね。逃げますよ、私は逃げますよ。わー、ポイズンリザード、わー、あぶねー。かわしてるかわしてる。あぶねー。よいしょ。毒はマジ勘弁だよね。逃げる。わー、ギラ、そう。いやいや、でもまだ、被害は少なくて済んでるぞ。なんとか。あー、やばい！よし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 。いや、もうボス戦なかったらね、ボス戦ないんだったら、まあ私もだけど、こっち外れだったよね、ルート的に。こっちか？こっちが正規ルートか？メタルスライム。いらん。そして上に行く形かな？やばい。こいつしつけえな、ほんとに。よいしょ。これが正規ルートか？っぽいな。うん。それっぽいな。ああ、だいぶ開けたとこ来たんじゃないか？なんかね、アイテムがあったのよね。俺一応開けてみますけど。逃げる。よーし、よしよしよし。網の目くぐってる。力の種、あー、持てない。ちょっと待って、持てない男は辛いぜ。これは、使いたいな。聖水。よし。これ使おう。よーし、まあ、主人公に使ってやりたいというのもあるけどね。
まあいいんです、これで。OK。もうリバースと納金ですからね。宝箱がありますが。逃げる！ギラ3連発とか、ちょっとやばい！ギラ3連発、やめて！うわー、逃げれねえ。逃がしてくれ。よし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 。こっちか。ちょっと待って、薬草、薬草。薬草を使うぜ。まあ、今んとこ毒なってないから、なんとか、うわー、これ。うわー、これだよね。こっちもなんかいけそうだけどな。成長踏み荒らす不埒な侵略者め。うわ、来た。やっぱそうなるよね。八つ咲きアニマル。大丈夫これ。貯める。うわ、つねえ。いや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 、ふざけんじゃないわよね、これ。いや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 。いや、無理じゃね？無理じゃね、これ。いや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 。薬草使わしてくんねえ、もう。お金持ってかれた。くっそー、やられたー。まあしゃあないっすね。いやーでもちょっとぶっちぎって強かったな、八つ咲きアニマル。どうしたらいいんだろう。虫かな。虫して一番上目指していけばいいのかな。いや順番間違ってないっすよね。登れ的なこと言ってたよね。いやーしょうがない。次回持ち越しだ。はい、じゃあ次回はとにかくまた逃げまくって、宝箱も全部も、ね、一回、目もくれず、最短で頂上を目指す、っていう形で行ってみましょうか。はい。ということで、今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。